ナナ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 イエイエイ。デビューしちゃいましたスペシャル、続いては松坂桃李。ノンの4月号松坂桃李の連載極めろ男マイルを、松坂桃李がさまざまな企画に挑戦し男マイルを上げるこの企画、2回目となる今日は英会話に挑戦。その撮影現場にノンの TV が潜入。今回英会話を教えてくれたのは英会話教室のガバ。その講義方法はネイティブの講師とマンツーマンの会話形式で行うのですが、会話は全て英語、疑問点なども英語で聞かないといけないんです。 My name is Tori. What's your name? Good. And you? 実はトーリ君、この日が英会話デビュー。初挑戦の英会話で真剣な表情。 I love music. Oh, music. Love shopping. What music?Good. I like the Red Hot Chili Peppers. Oh yeah, me too. You're awesome. You're very cool. Yeah, all right, good. Okay. Now. そして講義は無事終了。お疲れ様でした。難しいですね。難しいわ。トーリ君、英会話デビューどうだった？やはり日本語と違う言葉を喋るのは難しいもんだなと、そう簡単にはいかないなと思いました。全部英語だったんで、もう質問の内容もたまにん？って思ったりもしたんですけど、でもそれをこう必死に何回も聞いて、あ、この人これが言いたいのかって思ったりとか。英会話に挑戦しようと思ったきっかけは？去年映画でカンボジアに行ったことがありまして。まあ、初海外だったんですけども、それがで、そこでこうなんか英語を使える人の姿を見てると、かっこいいなと、俺もそうなりたいと思ってちょっとやってみたいなっていうものもありました。最後に今日の衣装のテーマを教えて。衣装のテーマは英会話の初めての人、英会話っぽくコーディネートしてみました。ここちょっとスクールっぽいジャケットでもあるので、まあ、そんな気持ちにもなりますね。ノンノ TV をご覧の皆さん、こんにちは、松坂桃李です。ただいま第2回 の, その連載が終了しました。第3回目はですね、なんで言えませんが、とても面白いものに挑戦しようと思っています。ぜひその時までまたお楽しみに。それではまた。